して主因のものはどれじゃ。ほっ罪人たちの中でも尋常ならざる能力、まさに異能と呼ぶにふさわしい者たちでございますね。人別帳に主の印が押されている者は、例えばあの男、若い伊達らに大盗賊を引き、伊予の山奥に賊の村を作り上げた豪傑。あの女は昨年の詐欺和城侵入騒動の下手人、城内の家臣を一人残らず制圧した久の市。剣竜や八州無双と呼ばれた大剣豪、熊を頭から食べるという大男、刀も槍もまるで通じなかったとか。ほうほうほう、まるで戦国絵巻のようじゃ。中でも目玉は生ける伝説、伽藍のガビ丸です。ん？あちらに。ってあれ、全然動いてないよ。伝説。こうなりゃ仕方ねえ。侍どもを突破してこっから逃げるぞ。兄、あそこの侍は女だ。奴を殺して刀を奪うぞ。切れるのか。首切りの業からは逃げられない。なれば自分の業は自分自身で見極めたい。殺して平気なわけあるか。別の選び方を考えてくれんか。いつの間に。下がれ。殺人犯だって好きで殺したやつばかりじゃなかろう。エイジは何をしている。こんなことさせられたらたまらんよ。ご抗議に意見するとは無礼な。いやいやいや、できれば殺しなどしたくないってごく当然のことだろう。ぬけぬけと下道ごときが言うか。嫌ならご免状は諦めろ。それだけだ。通じんな。おい、そこの奴ら。ああ、こいつを殺せば即上陸組にしてやる。え、マジかよ。そこ動くんじゃねえぞ。いやいや、お主らも無益な殺生は嫌だろう。嫌じゃねえわ。それで生き残れんならむしろ願ったりかなったりよ。避けてんじゃねえ。話し合わんか。戦う気がねえなら黙って死ねや。ああ仕方ない。殺すか。え、殺しに来るなら殺すよ。でもわしも死ぬわけにはいかんし、仕方ない。はあ？何言ってんだてめえ。気が重いんだよ、これから小物を考えたら。はあ、やだやだ。ああやだ。はあ？化け物か。これが
気が重いんだよ。なんと無残な殺し方を。綺麗にやれば恨まれないのか。